宝の匂いがするし、敵がいっぱいっし、なんでこんなち、これで3連戦やるだろ、敵を3体発見し、攻めのチャンスっち。これでも
りそっち。敵がいるっち。はっ。敵は3体っち。焦る必要はないっち。任せて。敵を発見っち。これでも逃げるなよ。敵は3体っち。先制でも油断大敵っち。さあ、この頭だ。これで3連射か。あと1体2機発見。やりませろじゃん。敵、あと1体っち。さっさと終わらせろっち。ここから戻るっち。オイラもう疲れたっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。敵は4体っち。隙を突きまくれっち。やばいわ。あと1体2機発進。まだまだ。扉を発見っち。ノックを忘れるなっち。宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。扉を突き破るっち。敵がいるっち。オイラは戦いたく。敵が4体いるっち。早く頑張れっち。これでもパッパッ。やめてくれ。それ弱点っち。やるだろ。もっとこれでしゃべれっち。今のは2体っち。みんな頑張れっち。いるっち。オイラは戦いたくねっち。敵がいるっち。オイラは戦いたくねっち。扉を進むっち。気をつけて進めっち。
んだか嫌な匂いがしてくるっち。この先にいるのね。そんな気がするっち。だったらさっさと行きましょう。休んでいる暇なんてないわ。緊張してきました。カノンを、春日の妄想を壊す。そうすれば今度こそ妄想の侵食は止まるんだな。うん。ねえ朝日。おい橘、まさか妄想を壊すのをためらってるのか。え、ヤマト、ちょっと待って。いや、いいんだ、ごめん。やっぱり様子が変よ。ねえ朝日、何があったのかしら。あんた、私に隠し事しているの。待ってよ琴美ちゃん、朝日にはきっと何か理由が。私たちにも話せないことなのかな。あったんだよ、あったんだ、カノンに。あ、いつ会ったのよ。昨日の夜、みんなと別れた後、電気街口の方で。なんで黙ってたんだ。考えがまとまらなかったんだ。カノンと何か話したのね。ああ、僕たちには話しにくいことなのかな。うん、そういうわけじゃないんだ。ただただただカノンは言ってた。私は私であって、私じゃないって。妄想請負人は記号に過ぎない。だから私じゃなく私であるって。どういう意味。朝日が会ったカノンとこの先にいるカノンは別人って意味なのかな。だけどカノンは続けてこう言った。妄想請負人は人の形をした妄想なのか、それとも妄想により生まれた人なのかって。だから記号ってわけか。人でも妄想でもそのどちらでもない記号という存在ですか。何のことだかさっぱりね。カノンは何が言いたかったんだ。とても簡単な話だって言ってた。だってカノンはただ俺に文句を言いに来たんだから。朝日に文句を。こうなってしまったのは全部俺のせいだって。朝日のせい。どういうことだ。なぜ願ってしまったんだ。どうして願ってしまったんだ。カノンの言葉が頭から離れないんだ。願い、まさかな。ごめん、なかなか言い出せなくて。気にしないでくださいね朝日さん。そんなこと言われたらリュウも黙り込んじゃいます。もっと早く言えって。ずっと一人で考えてたのかよ。だって俺たちは。あんた今なんて言いかけたのかしら。なんでもねえよ朝日、話してくれてありがとう。だけど一人で背負い込まなくていいのよ。たとえ何かが朝日のせいだったとしても私たちは責めたりしないから。そうだっち。うん、ありがとう。でもカノンさんの言葉のその本当の意味は何なのでしょうか。本人に聞いてみるか。カノンはもうすぐそこだ。だけどこの先にいるカノンは橘があったのと違うカノンなんじゃねえの。ヤマト、カノンの言葉を思い出して。私は私で私じゃない。だけど私じゃなく私である。きっとカノンはつながっている。そういうことだ。おじけづいちまったか。ああ怖いよ、その言葉の意味を知るのが。だったら帰るのかしら。いや俺は行く。決まりだな。みんな行こう。春日もカノンもすぐそこなんだ。